皆さんこんにちは。今回は無印良品とセリアの商品を使って冷蔵庫横のデッドスペースにキッチン収納スペースを作っていきたいと思います。だいたい20センチぐらい隙間があります。無印良品で購入したものはこちらになります。こちらはバラ売りのポリプロピレンストッカーを収納したいものから大きさや数を計算して組み合わせて購入しました。購入品はバラバラなので自分で組み立てる必要があります。組み立て方法は中のケースを出して上部の蓋を取ります。この蓋を外す作業がちょっとやりにくくて力がいりますが、女性でもできる作業ではあります。そして追加したいストッカーを上に重ねてカチッと音がするまではめ込めば OK です。一度はめ込むと外すことが困難なようなので、組み立てる際はよく考えて行ってください。一番下には別売りのキャスターをつけています。こちらは現在の価格ですと全部で6000円になります。無印週間を利用すると 10% オフになるので5400円になります。高さは142センチと結構大きくなりましたが、身長の低い私でも取り出せる高さです。それでは早速物を入れていきたいと思います。セリアで購入した収納グッズも使いながら収納したいと思います。はい、収納できました。では続いてラベルを作って貼っていきたいと思います。はい、完成しました。それでは隙間にこちらのタワーを入れていきたいと思います。ぴったり収納できました。こんなにぴったり入ってくれるととっても気持ちがいいです。それでは収納しているものを簡単にご紹介します。一番上は砂糖塩のストックになります。お菓子作り用の砂糖や詰め替え容器に入りきらなかった塩や砂糖を入れています。使用頻度はそれほど高くないので一番上にしました。2段目はお茶とコーヒー類が入っています。こちらはカルティで購入したカンカンにお茶のパックを入れています。でこれは麦茶のパックをジップロックに入れています。でこれはセリアで購入したケースに砂糖などミルクを入れています。あとはインスタントコーヒー類です。あとこちらもセリアで購入した商品になります。
3段目は調味料を入れています。こちらは黒ごまと白ごまになります。あとはよく使う粉末だしやふりかけ、かつお節、その他細々したものを入れています。ここでもセリアのケースを使っています。よく使うものなので一番取り出しやすい高さに入れました。そして4段目と5段目はストック収納にしています。特にここにこれという決まりはなく、缶詰やインスタントラーメン、お正月に余ったお餅なんかもポイポイ入れています。醤油やみりんなどの調味料ストックなんかも入れようと思っています。今までは缶詰や麺類を買ってきた時にとりあえず食器棚に置いとこうと置いて、結局そのままが底が定位置になってしまったり、廊下のパントリーに入れておくと買ったことを忘れて同じものを買ってしまったり、賞味期限を切らしてしまうことがあったので、それをどうにか解消したくてこちらの収納スペースを作りました。やっぱりキッチンに全ての食品ストックがあると取り出しが楽ですし、自分でも管理しやすいと思います。最後6段目は乾物類を入れています。干し椎茸や鰹節、ひじき、海苔などが入っています。こちらの収納タワーはキャスター付きなので、掃除する時も引き出して簡単に行うことができます。これで冷蔵庫横のデッドスペースがうまく活用できたのではないかなと思います。はい、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。